はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、しめはりつるの、雪ですね。雪とかここに書いてありますけども。しめはりつるというのは、まあ、新潟県の、ね、村上という、まあ、村上市、まあ、いわゆる上の方ですね。最北端ではないんですが、かなり最北の方の、ね、ところの、宮尾酒造株式会社です。特別本醸造酒ということで、雪、ね、しめはりつるは、まあ、新潟県を代表する、ね、まあ、いわゆる、有名な、まあ、プレミア、ついてますね、これはね。うん、まあ、事実、俺、これプレミアの価格で買ったんですけども。これ本来は値段1100円ぐらいなんですけど、1050円ぐらいかな。これ720ml かな。うん、720ml なんですけど。1600円で売ってました。1.6 倍ぐらいの値段でね、普通にね、売ってたんでね。まあ、しょうがないかと、いうことで買ったんですけども。まあ、以前俺、しめはりつるのこの、雪ではなく、花という、一番、普通酒のやつですね。を飲んだことがあったんですけど、美味しかったんで。ね。で、この雪の次が、ランクがね、花の次に、月っていうのがあって、その次に雪っていうのが。まあ、だから3段階に分けると、まあ、これが一番いいんですけど、月っていうのは真ん中にあるんですけどね。で、これは、まあ、さらに上のランクもあるんですけどね、当然。吟醸とか大吟醸とか、ね、純米大吟醸とかあるんですけど、これは特別本醸造ということで。ね。確か花がただの普通酒。で、月が確かただの本醸造。で、こっちが、雪が特別本醸造ということで。何が違うのかよくわかんないんですけどね。とりあえず飲んでいきたいと思います。原材料名が、米過去国産、米麹過去国産米、醸造アルコール、アルコール度数15度となってます。ね。さてさて、こちら美味しかったんでね。ね、また、ね、つい買っちゃった。金がないのに買っちゃった。ね。もう、今月もう金が全くないっていう。1000円しか使う余裕がないっていう。どうしようかな。そんじゃ乾杯。うん。うまいね。うまいね。ああ、これうまいわ。ああ。ね、しめはりつるのね、凄さっていうか、うまさっていうのは、なんか一応辛口なんですよ、これ。うん。辛口なんだけども、なんか奥底でもないんだけど、はりつるで、ちょっとググりますけど。日本酒度がね、プラスなんだろうな。プラス4ですね。花も月も雪も全部、プラス4です。だから、辛口なんですけども。うまいな。あら、これうまいわ。久しぶりにうまい日本酒飲んだ。マジで。こう、スーッとね、辛口は辛口なんだけど、この癖がないのと、柔らかいのと口当たりが、柔らかく、そして、ほのかに、
あの、香る、なんか、ほわっとなんか、ほわっとこの米の、こう、甘さが香るんですよ。ほわほわんって。うわ、これうまいな。やばい、これまた熱燗でちょっと飲もう。うわ。これは鼻にはなかった香りがある気がする。これも飲み比べないとほとんどわかんねえんだろうな、俺も。わかんねえんだけどさ。いやーでもこれうまいですね。これうめえな。マジで。原料米が500万石。500万石っていう、これ500万石って読むんだっけ？まあ、新潟の、ね、有名な酒の、ね、作るための米ですけど、のみですね。他の、月と花は、県産一般米も使ってるみたいです。柔らかな香り、味わいはふくよかで柔らか。冷やして、ぬる燗にて、だそうです。しめはりつるはね、うん。いろいろありますよ。うん。いろいろあるんですけど、一番高いのが、大吟醸金ラベル。限定品年1回、11月発売だって。わ、たっけ。720ml で3880円。高い。飲んでみてえな。限定品、店頭及びお得意様メルマガ限定のご案内になります。こんなのいらねえ。飲みたいけど、まあ、いらん。まあ、一般的に売ってた、俺が見た限りで、普通に売ってたのは、しめはりつるの純ってやつですね。純米吟醸。うん、これは普通に売ってた。うん。これうまいな。うん。うん。まあ、普通に花はね、一番安いやつは、あの、180ml の、あの、カップ酒でも売ってるんですけど。うん。うん。あと、しめはりつるの、吟醸の生貯蔵酒。というのが 300ml 555円で売ってるみたいですね。5月から8月、夏季限定販売と。ああ、生貯蔵酒か。これもちょっと飲んでみたいですね。店頭販売って言うけど、村上だろ？ちょっと遠いな。遠い。ん？しめはりつる。いや、これはうまいな。辛い口なんだけど、辛くないんですよ。全然。むしろ甘いんですよ。それでも辛口なんだもんな。よくわかんないけど。うん。うまいな。今度月でも買ってみようか。
うん。これうまいわ。なんていうかね、今まで飲んできた日本酒の辛口の中では、別格に甘い。うん。だけど、確かに辛口なんですかねっていう差もあるんだけど、そういう味わいもあるんだけども、やっぱり、んーって、やっぱり甘いなって。うん。若干、辛いような気もするんだけど、やっぱり甘いんだよな。いや、甘いっていうか若干酸味があるかな。うん。ちょっと厚感にしてみましょうか。ああ。これは買ってよかったな。ちょっと高かったけど。てか普通に考えて普通に高えよ。俺何をちまよっていけない普通に買って、なんか普通になんか、ああ買おう、これ、ああこれ飲みたかったんだよな、買おうとか言って。普通に金、3000円ぐらいしかもう残りないのに、普通に買おうとか言って。もう、やばいんだけど。もうあと1週間、1000円ぐらいで、ちょっと、1000円で何とかしないといけないんだけどさ。やば。絶対おかしいだろ。720ml でさ、1600円ですよ。普通に考えたらウイスキーで換算してしたらお前。ね。高いウイスキーですよ、俺。うん。ハーパーレベルですよ。ハーパーレベルを普通に、ああ、買おうとか言って買ってるの、ちょっと、なんかおかしくなって、ちょっと何かおかしかった。多分。絶対何かおかしかったんだ、これ。でも確かに、冷やで飲んでみると、うん。確かに甘くもあるんだけど、若干酸っぱくもあり、辛くはないにしろ酸っぱいですね、若干。うん。だからそれがちょっと辛口っていうのはあれなのかなっていうのはあるんですよね。じゃあちょっとお湯持ってきますね。お湯というかね。ちょっと若干お待ちください。よし。よし、よし、よし。ふぃー。やっぱ美味しいな、これな。でもなぁ。プレミア価格だもんな。1.6 倍かよ。
ちょっとこれは、あれだな、買ったの場所ミスったな。俺いつも買ってるところで、買わなかったかな。別のところで買った方がよかったか。しくった。多分探せばあるとは思うんだけどね。普通に、この程度のレベルの酒だったら。大吟醸とかほら、そこら辺のレベルになると、さすがにほら、一軒さんでは買えないっていう、定価では買えませんみたいな感じになるとは思うんですけどね。さすがに。うん。うん。まあでもやっぱ、ね。新潟県にいるんだからやっぱり、ちょっとね、そういったもんは飲みたいですよね。定価で手に入る酒。他県ではほら、高いけど、みたいな。のはやはり、ちょっと欲しいですけど。でもこれはやっぱり、ぜひ飲んでみた方がいいと思うけどね。あ、これ美味しいわ。やっぱり。まあ、多分熱燗とかの方が今の時期やっぱり甘くなると思うんで。普通に飲んでも若干甘いんだけどね。うまいな、これな。これうまいな、やっぱな。いやー、本当に久々にいい酒を飲んだ。これは、あとまだあるんですけど、まだねっていうかね、今のところまだ残っている酒がまだ 手つけてなくてね、久保田があるんですよ。実は久保田と八海山があるんですけど、まだ飲んでないんですけどね。そろそろ開けようかなと思うんですが、ね、締め張りするか。久保田、千住ですけどね、千住と八海山のね、なぜか、ね、1.8 リッターの一升瓶のやつがあるんですけど。なんで買っちゃったんだろう、これ。なんで買ってしまったんだろう。八海山だったら普通にカップ酒の八海山あるじゃん。なんで俺買っちゃったの？わからんな。何かちょっと、しまよってる。2000円も出してね、1.8 リッターのやつ買っちゃったんですよ。まあ2000円なんで安かったんですけど。多分定価じゃないかな。八海山はな。みんな定価なんて1000円ぐらいなんですよ。この720ミリリットルだったらもう900円か800円ぐらい。
うん。高くても1000円ぐらいなんですよね。普通はね。うん。まあでもやっぱり、ちょっとスーパーとかで買っちゃうと、高くね、値がつけられてるというのがちょっと残念ですけども。まあしょうがないか。あとちょっと今、飲んでみたいのが、雪中梅ですね。普通に売ってたんですけど、雪中梅っていう、雪中梅って書いて、雪中梅。これがですね、これも一応、新潟の、らしいんで、うん。これも普通に売ってたんですが、確か、定価じゃなかったと思うけどな、これな。うん。確か多分定価ではないとは思うんですけどね。よし、じゃあとりあえず熱燗でいただこうかな。あんまりちょっと飲みすぎるともったいないんで、ちょびちょび。あっち、あちょびちょび飲んでいきたいんで、これ以上飲んだらやばいな。ちょびちょび飲んでいこう。こういういい酒は。ね。結構飲んじゃったんだけど。ぐいぐい飲んじゃえるんですよ、これ。うん。雪中梅が、これ甘口らしいですね。珍しく。日本酒がマイナスなんとか。らしいです。まだちょっと、風が治ってないんで。いい加減にしてほしいんですけどね。まあ、新潟でもね、やっぱり、新潟だからっつって、あれですからね。定価で売ってるっていうわけでもないんですよね。そこは問題なんですけど。ね。それでは、そろそろいいかな。よいしょ。やっぱね、こういう割と辛口なお酒なんですが、温めると、まあ、割と辛口ではないんだけどさ。辛口な酒ってやっぱり、ほら、普通に、常温とかで飲むと辛くて、ね。で、温めて飲むと甘いみたいな。その、二種類の飲み方ができるじゃないですか。逆にね、甘いやつだと最初から、甘口のやつだとね、温めても甘い。最初から飲んでも甘いって。もうね、変化が、ね、楽しめないんですよ。やっぱり。そんな乾杯。
うん。あ、すっきりとした甘い。うん。あ、でも、甘いですね。確かに。あら。甘い。あら、厚感はあんまり、他の、あれと大して変わんないな。味と。他の、日本酒の厚感の、一般的な、ね、厚感の、味と、まあ、すっきりした、ね、甘口ではあるんで。うん。やっぱ、冷やして飲むとこれは、非常に、ほのかに甘い。だけど、普通に、スルスルっと飲めて、な、うん。なんていうかね、下手くそなんであんまりわかんないんですけど。うん。とにかく、まあ、すごい飲みやすくて、口当たりもまろやかで。なんていうんだろうね。それでいてこう、喉の奥のあたりに、こう、甘さが、ポッと出てくる。ふわっと。うん。感じかな。うん。ちょっと厚感は微妙ですけどね。正直。正直、厚感は微妙。うん。まあ、厚感は普通に、あ、甘い。うん、甘い。かなっていう。うん。なんか不思議な甘さだよね。普通のストレートだと。不思議な甘さなのか、甘いのか辛いのか、というか酸っぱいというか、うん。甘いのと酸味がちょっと混ざった。非常になんか、ススッと飲めて、酸味と、程よい、甘みが混ざり合うみたいな。辛くはないんだけど、日本酒がプラス4っていう。うん。一応辛口なんですよっていう、ね、感じの。でも、プラス4って結構辛口ですよ、実際。結構っていうか、かなり辛口ですよ。うん、いやー、これうまいな。やっぱり、あ、これは。もうちょっと飲みすぎてますね、だいぶ。うん。スースー飲めちゃうんで、これ。マジで。やばいね、これ。厚感にしてからちょっと、あれだけど、手が止まったけど。これ、ストレートだとマジで、スススッと、一気に伸びちゃうね。やばいやばい。ほとんど水みたい。本当に、口当たりと、なんていうかな。口当たり
と喉越しみたいなのが、水みたいだからさ。すごい。うん。すごいですね。うん。美味しい。うん。いやー、うまい。これはやっぱり、でも四つ星か五つ星なんだけど、まあ。ね。まあ、とりあえず悩んでるんだから、四つ星で、行きたいと思います。ちょっと、まあ、でも、厚感は、でも、厚感はな、やっぱちょっとあんまり、思ってたほど、でもなかったんで、でも、ストレートは美味しかったんですけどね、確かに。ただ、ちょっと微妙に、酸味が気になったかな。でも、これは結構衝撃な一品ですね。うん。それではご視聴ありがとうございました。